現在の大阪本店かつての陶器場の本店及び、大阪本店、大林組、旧本店ビル株式会社、大林組は、日本の総合建設会社である。1892年創業。日経平均株価の構成銘柄の一つ。鹿島建設、清水建設、大成建設、竹中工務店とともにスーパーゼネコン5社の一つ。 創業以来、長らく、竹中公務店、奥村組、銭高組、河野池組と、並び大阪に拠点を置いていたが、2010年、陶器場の本店を東京に移転した。緑会、サミズ会とその後新社長会である水曜会の会員企業であり、三和グループに属していると同時に、大輪会の会員企業である。コーポレートメッセージは、字を作る心で作るである。 地球に優しいリーディングカンパニー社会的使命の達成企業倫理の徹底創業以来受け継がれてきた精神大林薫五郎は大阪宇ツボの永代浜付近で死を呼び北海道産保守家問屋大徳を営んでいた大林徳七の三男吉五郎として生まれ西大組六番小学校で学んだ同窓の仕方税七田中一太郎 金沢二作とは長く進行した。1873年に、父親が64歳で亡くなり、その妻の美紀子が家業を引き継いだが、7年後に店を畳んだ。11歳で大阪西区の五福商工寺山田兵衛に、奉公に行き、1882年に独立して、小売五福店を始めたが、失敗。 1883年区内省出入りの土木建築受け人い崎差、先二郎の見習いとなり、1888年に独立、1892年1月に安倍政司書工場工事を落札し、建築受け負い業として開業した。カオル五郎の長男、大林義雄は、早稲田大学商科に学び、欧米を誘学在学中にカオル五郎が死去し、 1916年に22歳で、家督を継ぎ、二代目社長となった。妻は、死者区、上原優作の三女。神戸市三影に1932年に建てた邸宅は、現存し、阪神間モダニズムの一例として知られる。洋館は、安井竹を木村徳三郎が設計し、和館は、西川一創邸、北村捨て次郎が手がけた。 三代目社長の大林義夫は、カオルゴロの長女夫婦の次男。現、代表取締役会長の大林武夫は、義夫の次男。大林天時代を含む大林義五郎大林、義夫大林義雄津室高尾向き、流進時は木村のりを、白石トールハスは健治と、ニュージーランドの地熱発電を利用した c o フリー水素製造。 流通の共同研究に関する契約を締結。ツアロパキトラスト社所有の地熱発電所の電力を利用する水素製造プラントの建設に着手した。プラント完成後は年間100トン程度の CO フリー水素の製造からニュージーランド国内における流通まで一連のサプライチェーンの実装研究を実施し各段階におけるノウハウを蓄積していく予定。 2025年国際博覧会の開催地が大阪市 u メスに決定し、同地域における関連施設の建設や交通インフラの整備が見込まれている。大林組は2018年12月に大阪万博 IR 室を設置。2019年4月には社長直轄の組織として u m 開発推進本部を設置した。地球と宇宙の間をケーブルでつなぐ。 宇宙エレベーターはロケットに比べ運搬効率が良く経済的で環境への影響が少ない輸送手段として期待されている。宇宙エレベーターは理論的には実現可能とされていたものの地球と宇宙を結ぶケーブルに必要な軽さと強度のある素材が存在していなかった。しかし1991年に 軽くて強い素材カーボンナノチューブが発見されたことにより実現可能性が高くなった。大林組はプロジェクトチームを組織し宇宙エレベーター建設を構想している。リニア中央新幹線の建設工事の入札において不正が行われたとして工事を受け負っているゼネコニオン4社の一つである同社が2017年12月に東京地方検察庁から 議定業務妨害容疑で捜索を受けていたことが明らかになり、談合を認めた。2018年3月1日付で、白石徹社長が辞任、土木担当の土屋幸三郎副社長が同年1月23日に辞任。なお他の三社は、清水建設が1月22日までに談合を認め、鹿島建設と大成建設は否定し続けた。その結果として、 法人としての大林組は起訴されたが、鹿島と大成の幹部は逮捕、起訴されたのに対し土屋元副社長ら、大林、清水の幹部は、不起訴となった。10月22日、東京地方裁判所は、指摘独占の禁止及び公正取引の確保に、関する法律違反の罪で大林組に、罰金2億円、清水建設に、同1億8000万円を言い渡した。 2019年1月18日、大林組と清水建設は有罪判決が出たことを踏まえ、国土交通省関東地方整備局から2月2日から6月11日の1020日間、営業停止処分を受けたとそれぞれ発表した。対象は、全国の新たな民間の土木工事となる。2000年代、福岡県北九州市一帯では、暴力団が、 建設業界に対し工事費の1%から3%を上納金を納めるよう要求していた時期があった。大林組が受注した小倉北区のホームセンター建設現場にも金銭の要求があり、大林組側は不当要求を拒否して暴力団排除の姿勢を示したが、後に下請け会社の社長が襲撃を受けて死亡する事件も発生した。 2019年2月男性社員が就職活動の OB 訪問で知り合った女子大学生を自宅に連れ込み猥褻な行為をしたとして強制猥褻の疑いで警視庁未他所に逮捕される事件が発生したが翌月東京地検はこの男性社員を不起訴処分とした不起訴とした理由は明らかにしていないありがとうございます